ココーーーードドやブルノトレフランス・パリで死去。ルイ・アームストロングと並んで、ジャズ史上初の重要なソロイストの一人と評される。ザ・ピーナッツやクリス・バーバーのジャズバンドでよく知られている、可愛い,い花の作曲とオリジナルの録音がシドニー・ベシェである。ニューオーリンズでクレオールの家系に生まれた。兄は、 トロンボーンとクラリネットを習っていたが、ベシェは8歳の頃にクラリネットに強い興味を示し、兄からクラリネットを渡される。ベシェは少年時代からニューオーリンズのトップバンドで演奏するほどの腕前になり、また自分より2歳年上のジミー・ヌーウンにクラリネットを教えていたこともある。ニューオーリンズ時代には、ベシェはバンク・ジョンソン率いるジー・イーグルバンドで活動したこともあり、 また、キング・オリバーとも共演した。オリバーとは後に、シカゴでも共演し、ジョンソンとは1945年に、ブルーノートレコードのレコーディングで、再び共演している。19歳になると、ベシェは、ニューオーリンズを出て、ピアニストのクラレンス・ウィリアムズと共に、シカゴへ出た。1919年、ベシェは、ウィル・マディオン・クックが率いるサザン・シンコペーテッド、オーケストラに参加して、 ロンドンへ渡る。そして、1921年2月に、ロンドンで行われた、ベニー・ペイトンズ・ジャズ・キングスのレコーディングでクラリネットを担当するが、この時の録音は発表されていない。そして、ベシェは、このように、アメリカを離れて活動していた頃、ソプラノサックスを吹き始めている。アメリカへ帰国したベシェは、1923年1月に、ベッシー・スミスのバックで、 クラリネットとソプラノサックスを吹くが、この録音も未発表に終わる。同年7月30日、ベシェはクラレンス・ウィリアムズ・ブルース5の録音に参加し、ワイルド・キャット・ブルーズとカンザス・シティ・マン・ブルーズの2曲でソプラノサックスを演奏。これが現存する限りでは、ベシェの最も古い録音である。このクラレンス・ウィリアムズ・ブルース5の1924年の録音では、 ベシェに加えて、ルイ・アームストロングも参加した。また、ベシェは、デューク・エディントンとも活動を共にしている。その後は、ヨーロッパを回り、パリ、ロンドン、ベルリン、ソビート連邦等で演奏した。アメリカに戻ったベシェは、1932年に、友人のトランペット奏者、トミー・ラドニアと共に、ザ・ニュー・オーリンズ・フィート・オーマーズというバンドを結成。 ザ・ニュー・オーリンズ・フィート・オーマーズは1938年12月23日にカーネギーホールでジョン・ハモンドのプロデュースにより行われた From Spirituals to Swing というコンサートにも出演している。1939年6月8日、ベシェはこの年に設立されたばかりのブルーノートレコードでレコーディングを行い、ここでベシェが録音したサマータイムは ブルーノートのレコードとしては初のヒット作になった。1949年にパリのサルプレエールで行われたジャズフェスティバルに出演するとベシェの演奏はセンセーションを呼び起こし、それを機にベシェはフランスへ移った。その後はフランスでの活動が主体となり、1950年代にはプティ・フルールをレコーディングした。同曲は可愛い花として、 ザ・ピーナッツやクリス・バーバーズ・ジャズバンド、アッカー・ビルクラがカバーした。また、ピーナッツ発行は小さな花の題名で発表している。ベーシェは1953年8月にアメリカへ一時帰国した際、自身最後となるブルーノートレコードでのレコーディングを行った。1959年62歳の誕生日である5月14日にパリで死去。 死因は肺がんであった。デューク・エリントンは、1970年に、ニューオーリンズを題材としたアルバム、ニューオーリンズ組曲を制作したが、その中にはベシェに捧げた、シドニー・ベシェの肖像という楽曲が収録されている。この楽曲は、当初ベシェから影響を受けたジョニー・ホッチスがソロを取る、はずだったが、録音前に、ホッチスが急世したため、代役として、ノリス・ターネーがソロを取った。 ありがとうございます。